さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回見ていくのは王位お茶杯第62期王位戦挑戦者決定リーグ白組より先手佐々木大地五段対永瀬拓矢王座ということで、早速見ていきたいと思います。こちら戦型は相掛かりですね。いや、先手の相掛かりがやはり流行ってきてますね。さあさあさあ、早速飛車先を歩を切って、さあこの横歩を狙ってるのをね防いでいくということですけども、いやー、これね、藤井聡太王位への挑戦権がね、いよいよね、そろそろクライマックスに近づいてきてるということで、このリーグ戦ね、永瀬王座は今のところ全勝3勝0敗で、佐々木大地五段が2勝1敗ということでね、いやー、このトップ争い、これはどうなるのかということですけども、もう一人羽生九段が3勝1敗となっておりますけども、さあ早速後手番から積極的に銀を繰り出していくということで、さあここでね、本譜は6八銀といきましたね。これ桂馬で守る手というのも全然あるというのも、この銀がね動けないんですよね、桂馬の利きがあるので、まあ、こうやって動きを封じるということもできたんですけども、本譜はねこの銀を上がって、まあ、銀やってきなさいと、後手番からぶつけてきてくださいよということをね選んできましたね。結構積極的に受けていきますと、お互い強気のまま行きましたね。さあ早速ねやってこいと言われたので、銀を繰り出していく。さあさあさあ、それに対しては形よくね7七銀と受けていって、さあここで角道をねやってくるんですけれども、まあこの歩を突いたら、まあ、銀交換できますよということなんですけども、まずは一発3六歩とね、まあ、堂々とね、まあ、後手番が積極的に素早く動いてますけども、先手は駒組の方でね、ゆっくり形よく整えていくということですね。さあ、それに対して、まずは角を上がってね、飛車先を受けていく。さあ、先手は桂馬を跳ねてということで、まあ、ここから陣形の整備ですね。さあさあさあ、王様も中住まいということで、さあ、ここでね、形よく銀を上げれるぞ、上げれるぞとね、しっかりと、駒組みをね、まあちょっとね、銀を速攻で出しておいて、まあこのポジションまで、5段目まで来たので、まあお互い陣形でという、整えていくということでしょうかね。さあ、ここで1段目に飛車を引いて、まあ後手もね、形よくと組み替えて、まあ先手もバランスでね、中住まいを作っていくということですけれども、ここでね、積極的に後手は銀を繰り出してきましたね。さあさあさあ、ここでこの瞬間に8六歩とね銀を追い返していきましたね。本譜はねこれ取れなかったということなんですよね。というのもこれ取っていくとどうなるのというと、まあ同銀と、まあ、銀交換にはなるんですけれども、この瞬間に9七角とね出ておけば、この金で守って1段目は飛車が効いているので飛車慣れないですよということで、まあ、これ引くということを引いたり、まあ、引いたりするとここですね、5三角成として、この銀が上がった一手がね、咎められてしまいますよという展開になっていくので、まあ、やるとしたら、考えてたら、まあ、ここ、寄ってこれをどうするかっていうところを読んでいたんですけど、やはりこの角成が残っているのがちょっと多分ね、嫌でしょうね。暴れていくしかないんだけども、威力のまま戦う、ちょっと勇気がいるということだったのかもしれませんけどね。なので、この本譜戻りまして、8六歩はちょっと取らずに銀を引いてね、ちょっと後手番としては悔しいかもしれませんけども、ちょっとね、この銀で5四銀をちょっと咎められた意味合いもあるので、まあ冷静にね、引き返しておいて、ここからにしましょうと。なかなかね、読みの入った駆け引きですよね。さあ、ここで端の位を取っていく。さあ、後手番も玉形を固めていって、先手はね、7筋、8筋を金上がってね、手厚くね、盛り上がって、厚みを築いて、飛車先を受け止めていくということですね。さあ、ここで端を取り返して、さあ、5六歩と、まあ、歩越し銀ですからね、歩越し銀には歩で対抗とね、いう格言があるように、歩でちょっとプレッシャーを与えていきつつ、ここの歩っていうのはね、この角を7九に引いて転換もしやすくなるのでね、まあまあまあついておいて損のないという手ですね。
さあ、威力を避けて囲いに寄せていく。さあ、先手もね、まあ一旦落ち着いたので、まあ早い攻めがないので、玉を安定させに行きますね、お互い。さあ、王様もここまで引きつけて、後手も金を寄せてということですけど、ここでね、壁の解消もできて、角の活用もできてね、先手としては、駒組みとしてね、ちょっと、まあ、問題のないところかなと。満足げな展開ですよね。さあ、ここでね、6四歩と、ついて銀のね、動きやすくしていきましたね。さあ、ここで角をひょっと覗いてね、まあ、7五歩とかで角をね、角銀をいじめていくような狙いもありますけども、さあ、金を上がって、後手もね、多分もうちょっと手待ちに近いような感じですよね。しかし先手としてはまだまだ玉形を固めるなどね、指したい手もあるのでね、いつでもいいタイミングで先手としては仕掛けていきたいぞということなので、後手番はちょっと銀を引いて待機ですね。仕掛けてもらった瞬間に反撃でカウンターを含みで見せていきたいということですけども、さあ、ここで早速先手が仕掛けていくということで、まあ、これは同歩と、さらに3筋も突き捨てて、同歩、同角とね、さばいていく。先手としてはね、いいタイミングで仕掛けれたということですけども、さあ、これには3四歩と、まずは一回追い払っておいて、まあ、ここはね、冷静に引いてましたね。まあ、いろいろあるところだったんですけども、まあ、2四歩という狙いもね、残るということで、まあ、こちらに一発冷静に引いておくということですね。さあ、角は上がってと。まあ、次2四歩のね、角交換をちょっと拒否する形ですね。さあ、角が出てきたので、こちらはね、銀を上がって、この角にプレッシャーをかけていくぞということで、まあ、この角があるんでね、歩で追い返せないんですよね。さあ、ここでね、桂馬を跳ねてね、4五歩と、まあ、4五の、ね、銀を出させないように、桂馬で位を守っていくんですが、ここでね、合わせの歩でね、さあ、狭くなった角を目標にね、いやー、これ厳しいですね。なかなか先手ペースで進んでいくので、まあ、これは同歩は仕方ないところですけども、同銀とね、手順に銀を繰り出していって、まあ、これはね、同角と、しておいて、角銀交換に成功するんですが、その瞬間ね、桂頭をね、狙って後手が仕掛けていくということなんですけれども、さあ、ここでね、カウンターです。こっちもやられたらやり返すということで、3四歩と言ってね、まあ、本譜はもう桂馬を取り合う展開ですね。まあ、これね、同金と取ったらどうなるのというのは、これ角成りがね、ちょうど王手になってしまうんですよね。これ厳しいですよね。まあ逃げていくと、ここで3五歩と言ってね、金が死んでしまうし、ということなので、まあこれね、こう、4二金と先手取ったらどうなのというのもあるけど、まあ7一入っておくぐらいでもいいんじゃないですかね。この飛車取りの先手になるので、そして3五歩が残ってますよ、というところもあるので、ちょっとね、この3四歩はちょっと取れないということですね。なので、本譜はもう攻め合いと踏み込んでいきました。さあ、ここでね、桂馬を取らず、まずは一本突き捨て。いやー、ここがうまいですよね。まあ、取れるんですけど、この飛車とね、歩があるんで、さすがに2、3、歩成りはできないぞ、ということで、まず歩を取るんですけど、これで飛車先が軽くなって、そこで桂馬を外していく、ということでね。いやー、なかなか先手がいい調子で攻めていってますね。同金として。さあ、さらにね、5、5、桂馬とね、打ってきましたね。桂馬をさらに駒得を狙っていくと、いうことでしたが、これは食いちぎって同歩と、ここで手番を握った後手、まずは2八と銀を打ち込んでいきましたね。やはり飛車先がね、直通しているのがちょっと嫌だったということでしょうね。なので自陣を安泰させたいということですけども、さあ、構わず先手踏み込んでいきますね。佐々木五段強いですね。これを逃げずに、飛車を逃げずに攻め合いを選んでいく。さあ、飛車を取って5、3、歩成りということでね。いやー、これね、まあ、評価的にはもう五分に戻ってきたんですけども、先手としては気迫ありますよね。この踏み込み方。ただし後手としてもね、飛車を取ったので、ちょっと楽しみが出てきたということですね。さあ、この金取りですけども、これをさっとかわしてね、角取りということなんですが、ここでね、7一角とね、用意していた角打ちがありましたね。
さあ、これは、まあ、飛車取りなんですけども、まあ、この角をね、遠くに紐づいているんで、6三とで紐付きますよということですね。まあ、本譜は、9二飛車と逃げて、6三ととして、これで角に紐がついたということですね。まあ、ちょっとこのように技を駆使していきます。さあ、ここで飛車を打って3八飛車とね、まあ、金取りと、この角をね、と金ずれたら、この角取りにもなるので、ということなので、まずは一発、5三角成と王手をしていきます。さあ、2二と逃げておいて、それから金を寄せていきましたね。さあ、ちょっとね、後手としては、ここをね、急ぎたいということで、5六桂とね、守りの金を剥がしに行く。まあ、桂馬も一枚いるんでね、お代わりもできますぞと。ということで、これはちょっと筋に入っていくような攻めなんですけども、やはりね、ここの3五歩とね、攻め合いに行きましたね。やはりこう攻め合いになってきた時に、この9筋の位を取っているのが大きいですよね。端に逃げやすくなっているのと、8七金がね、生きる展開にもなってくるので、まあこの攻め合いはちょっと分が悪いぞということで、金をね、ちょっと上に逃げて、これはね、ちょっとあやを求めてきましたね。場合によっては入玉含みも見せているということですかね。しかしこれは上から被せて、3、4、銀と強烈ですね。上から被せていく。さあ、まあこれを食いちぎって、同歩と、これは厳しいので、一回歩で受けていくんですけれども、まずは4、4の馬で王手。さあ、2、3とかわしていくんですが、3、3、歩なり、同歩に、4、5、馬とね、王手桂取りとね、打った桂馬をね、取られてしまう展開がなってきてしまうということでね、なんとか防ぐんですが、桂馬をポロッと取って、いや、これでちょっと後手としては攻め味がなくなってしまったので、飛車だけじゃちょっとね、時も間に合わないので、さあ、入玉できて粘れるかどうかということで、1四玉と行くんですが、あっさりとね、飛車を取っていきましたね。飛車を取って、それで下から飛車で攻めていくぞということですね。まあこれはシンプルな詰めろ。2三からの詰めろなので、1二銀と受けていくんですが、1一とね、香車を取りながら竜を作っていく。さあ、ここでね、1九とね、まあ入玉をできるようにね、なんとか防いでいきたいんですが、ここでね、冷たい。5二歩とね、飛車の横利きを止めて、この1二竜の詰めろと、いうことで、ここで投了ですね。いや、まあ、投了やむなしって感じですよね。まあ、2三角とかも打ってしまってね、守るようじゃということなんですけど、いや、これはね、まあ、ソフト的にももう3五桂馬から終わってますよというのも出ているんだね。いやー、これはね、これはちょっと佐々木五段強かったですね。いや、振り返ってみると、まあ、運命の分かれ道はこの7一角でしたね。ここで、まあ、飛車を逃げてということであったんですけど、まあ、これ、検討すると3八角と、3八飛車と、ここで攻め合いを入れておけば、本譜のように、ね、この5三角成もできないので、まあ、ここでね、飛車を取ってしまうと、これがね、王手で入るのでね、こうなると後手としても楽しみで、評価値的にも良しということで、ここで飛車を逃げずに、飛車を打ってね、攻め合っておけば、ということだったんですかね。まあ、ここで5、4九打つかな。まあ、5九歩とかですかね。5九歩とか打ってくれればね、先ほど狙った通り、このと金をずらして角取りですよ、とかね、できたので、まあ、こうすると、まだまだ展開あったんですけど、まあ、やっぱ持ち時間もね、あったのでね、まあ、飛車を逃げてしまうのは仕方ないところですけども、そのおかげで、ちょっとね、手数がね、伸びて、5、3の地点が空いたということなので、ちょっと攻め合いで、ちょっとね、先手の方が早く攻めれたぞということですかね。まあ、あとはね、この桂馬がちょっと金を剥がす前に取られてしまったのもちょっと痛かったかなというところでしょうかね。いや、しかし佐々木五段上から押さえてということで、入玉もさせずに、あとは綺麗にね、まあ寄せていってと。あとは自陣のね、負けない将棋ですかね。自陣の脅威も取り除いて、まあ、飛車をズバッとやって下からね、打っていくと早いぞと言って、あとはね、最後は冷静に5二歩とね、飛車の横利きを止めて投了させたということですね。いやー、素晴らしい。いや、これで、佐々木五段が3勝1敗で、永瀬王座も3勝1敗と、
そして、羽生九段も3勝1敗と、3人がね、3勝1敗で並んでいてもわからないということなんですが、最終局に佐々木五段と羽生九段が直接対決、3勝1敗同士。で、永瀬王座が近藤七段と当たるので、いやー、4勝1敗のプレーオフになるのか、佐々木五段、羽生九段どちらが勝って永瀬王座が負けたらということですかね。4勝1敗でどうなるか、いや、まだまだ目が離せない、このリーグ戦ですね。さあ、藤井聡太王位の初防衛なるのかね。まあ、棋聖戦と、まあ、王位戦どっちが先かちょっとわかんないですけど、まあね、防衛戦も楽しみなのでね、挑戦者争いが盛り上がってきているところですけども、とりあえず、佐々木五段勝利おめでとうございます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。